ドイツ国鉄零産型蒸気機関車は、ドイツ国営鉄道の標準的な、急行旅客用蒸気機関車である。零産型蒸気機関車は01系の設計をもとに、最大軸重18トンの路線用の、急行列車用機関車として開発され、1930年から1938年にかけて298両がボルジヒヒ、クルップ、ヘンシェル、 シュバルツコップの各社により製造された。重量の軽減を図るべく膨大枠の軽量化を行い、ボイラーとシリンダーを小型化した。123号機からポンプが機関車の中心に移動し、163号機からは、先、和形が拡大された。154号機は、半球形の煙室扉、先細型の運転席を持つ車体となり、道輪を含む、 足回り全体を覆うカバーが設置された。193号機は0五系の置き換え用に流線型車体を採用し、車体全体を覆うワインレッドの流線型車体とに 3T37 ストリート型淡水車を連結した。一時期の204.205号機は動輪の上半分を覆うカバーが試験的に設置された。175.207号機は試験的に レンツ式弁装置を備えていた。本形式の淡水車は、22T30、22T32、22T34 型のいずれかが用いられた。ドイツ連邦鉄道では1959年時点でも145両の冷散、型機関車が稼働しており、うち62両は、煙室の上に空気と給水ポンプを設置、直径8 5 0ト、mm、ルの象形先輪で、 最高速度時速 120km、16両は、中央と後ろの動輪の間に空気と吸水ポンプを、直径 850mm の小径先輪で、最高速度時速 120km、そして、67両の機関車は、中央と後ろの動輪の間に空気と吸水ポンプ、シェーレンクロッツブレーキ、直径 1000mm の体形先輪で最高速度、 時速 130km の人用であった。いずれも空気を設置している点が大きな特徴である。東ドイツ国鉄に帰属した零産型のうち52両が1969年から1972年にかけて燃焼室付きの新型ボイラーに交換されて零産型の2000番台を名乗った。1968年の時点でも45両が残る零産型は 同年の形式消防規定変更で零零三型に解消された。所属機関区と両数の内訳は、ブラウンシュバイクに2両、ブレーメン中央駅に6両、ハンブルクアルトナに13両、フーズムに1両、メンヒエングラートバッハに16両、ウルムに7両であった。零零三型として残った最後の10両は1971年にウルムに集結し、 1972年に残った003088-131-268号機の3両を最後に営業を退いた。東ドイツのドイツ国営鉄道では86両の零3型が使用された。ドイツ国営鉄道では1962年より混合余熱機を装備した。零3型のポーランドでの形式は P 平方メートルで、 ワルシャワの鉄道博物館に展示されている。ありがとうございます。